ガチャガチャって好きですか？どうも、はるきです。今回はですね、久しぶりにこの部屋の片付けをしていたらですね、ガチャガチャが見つかりましたので、そちらを開封していきたいと思います。これですね。で、レビーピの袋に入ってるかわかりませんけれども、大量のガチャガチャがありましたので、こちらを開けていきます。嫌な予感しかしない。意外とばらつかなかったね。うん。まあ、というわけでこんな感じでね、大量なガチャガチャがあるわけなんで、開けていきたいと思います。これはあれです。これはあれですね。というベイブレードのレイヤー部分だけが入っている、ランダムレイヤーコレクションっていう、これ系統は、で、見たらわかるな。こっち省いていきますね。で、これもベイブレードですね。こちらはなんかミニサイズのベイブレード、カプセルシューターつうもんです。ベイブレードカプセルシューターはですね、こういう感じのベイブレードカプセルシューターは、こうちっちゃいミニサイズのベイブレードが入ってるつうやつですね。なんかベタベタすると思ったらガムがなんか、多分これあれですね、俺ガム一回ぶん投げたんですけど、拾い忘れのかけらがこの袋の中で溶けてついてます。なんかベタベタすると思ったらこれか、俺の部屋、うわ、汚な、噛んでないんです、この辺は。ご理解ください。これもベイブレードだ。ベイブレードのガチャガチャそんな種類あったっけね。これはベイブレードのストラップです。これもはい、そうです。これもはい、そうです。で、この青色のカプセルから開けていきたいと思います。これなんだろうね。パカッ、あー、これはこれだ。ズーズーズーのんきだねだ第4弾。こやつはゾウかな？違う、サイだ。詰め切ればよかったな。ズーズーズーシリーズのサイですね。アングル変えますね。青系のカプセル4つあるんで、開けていきますね。これは、猫ですね。猫。え？めっちゃブス、この猫。猫めっちゃブスだな。爪、切ろうね。はい、切った。これで爪が長いってコメントはもう来ないことだと思います。これは、お、虎だ。これ虎のバラし方、悪意あるだろ、これ。はい、虎。ああ、虎かわいいね。虎かわいいね。さあ、あと2つ。うわー、これ被ってんのいいね。被ってんのいいよ。不細工な猫ですね。さあ、ラスト1個。てれ、カンガルーだ。カンガルーこんな感じです。カンガルーなんか足バタバタしすぎじゃない？1種類目というか、まあ、青いカプセルはこちら、寝ても覚めても可愛いやつら、ズーズーズー、のんきだね、でございました。こちら今第5弾が出てるので、欲しいなと思って所存でございます。一旦退場。では次、ピンク色。なんかすげえ潰れてんだけど、これ。あ、これあれだ。これはこいつだ。顔ゴリラだ。顔ゴリラですね。これはね、顔がゴリラの動物のフィギュアですね。一つ目は、アルパカ顔ゴリラだ。はい、こちら、アルパカ顔ゴリラ。すーげー気持ち悪い、アルパカ顔ゴリラ。顔はこんな感じです。もう、がっつりゴリラなんだよな、アルパカ顔ゴリラ。でも、ちゃんとね、肉付きがいい足しておるんだ。はい、まだありますね。アルパカ顔ゴリラですね。アルパカ顔ゴリラが2体ですね。お次、このピンク、開けます。あ、新しい。しいのだ。犬顔ゴリラですね。これもなかなか気持ち悪いな。人面犬の一歩手前みたいな。これはキモ可愛いの部類に入るのか。まだありますね。あー、これも可愛らしくない。はい、こちらウサギ顔ゴリラとなっております。犬とかアルパカよりはまだ気持ち悪くないけど、なんでそうなっちゃったのかなっていう。うわ、並んでいくとより気持ち悪いな。あ、おそらくこの白色もそうですね。うわー、うわー、白クマ顔ゴリラです。いや、お前、白クマといったら動物園のあれよ、可愛いランキング3位ぐらいの、いや1位かもしんないけど、そんぐらいの動物の顔がゴリラってだけで、ワーストランキングに食い込むぐらいのキモさだよ、これ。そしてなんかコンプできそう。これもまだありますね。うわー、キメー。アザラシ顔ゴリラです。キモいねー。アザラシってキモいんだっけ。なかなかのキモさじゃない、これは。なんか体キモ。まだありますね。どんだけやったんだ俺。白クマ顔ゴリラが被りました。まだありますね。来ました、フクロウ顔ゴリラ。これは言うほど気持ち悪くないな。もともとフクロウが気持ち悪い、いや気持ち悪いな。コンプリートしてましたね、過去の自分しっかりと。なぜこっちの可愛いやつコンプせずに顔ゴリラコンプしたんだろうっていう感じですけど、はい、一旦退散。次もうね、この黒色のカプセルしかないんですけど、これはね、大体予想がついてるんですよね。はい、
こちら俺が一番好きなガチャガチャです。フルーツゾンビ3でした。俺のね、もう昔から見てくれてるリスナーさんはね、知ってると思う。俺この1、2の動画出してますから、しっかりフルーツゾンビの動画。うわすげえ、いいね。一つ目はみかんのゾンビです。いや、フルーツゾンビはね、クオリティがバカみたいに高いんすわ。こういう感じでみかんいいですね。これはね、めちゃくちゃいっぱいあるんで。二つ目キウイですね。キウイいいね。この目玉が離れてる感じがすごいいいね。上もちゃんとね、作り込まれてるっていう。キウイ素晴らしい。三つ目すごいですね。ザクロ。これもなかなかのクオリティの高さ。フルーツゾンビはね、パンダの穴シリーズの中でもダントツでクオリティ高いというか力入ってるんですよね。もはやこれ、フルーツゾンビの動画だよ。四つ目みかん二個目ですね。五つ目はキウイ二つ目。新しいの来た。いや、素晴らしい。シリーズ1にもね、ブドウってのがいたんですけど、こちらマスカット。ブドウ大好きだったんでね、マスカットいいですね。マスカット、この目玉がいっぱいある感じがね、すげえいいんですよ。可愛すぎる。はい、マスカット。マスカット2つ目でした。8個目ですね。8つ目はオレンジ、3つ目でした。オレンジ多いね。色合いがすごいなんか綺麗。9つ目はザクロ2つ目ですね。もう全4種類なんじゃないかっていうデカなんですけど、全5種類なんで。10個目はキフイ3つ目。出ないな、本当に。11個目マスカット3つ目。11個目マスカット3つ目。12個目。マスカット4つ目。だからマスカット好きって言ったけど、確かに。13個目、ザクロ3つ目。まあまあまあ、均等に来てるよ。14個目。来た !13 個目、ブルーベリーでした。ブルーベリーもいいね。果たしてこいつの一番上の頭の体はどこにあるんだろう。これもいいね。今回、フルーツゾンビ3は、全シリーズの中で一番クオリティが高いし、ラインナップもいいかもしれないですね。15個目、ザクロ4つ目。まあ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 。16個目。みかんの4つ目。すげえ均等。17個目。マスカット5体目。マスカット多いな。18個目。みかんの5個目。ちょっとキウイが少なくなってきたな。めっちゃ見切れてる。まあいいや。19個目はザクロ5つ目。あー、キウイが。20個目みかん6つ目でした。みかん多いな。ラスト21個目。最後はブルーベリー2つ目でした。これはいいね。まあ、結果こんな感じで、みかんが6個の、キウイが3つの、ザクロが5つの、マスカットが5つの、ブルーベリーが2つという結果でございました。フルーツゾンビやっぱいいな。あとまあこんな感じでガチャガチャいろいろ開封していきましたけど、まああんまり数は少なかったですね、種類というか。まあ、この顔ゴリラと、ドンキダネと、フルーツゾンビと、ベイブレードがいっぱいって感じでしたね。ちょっとガチャガチャね、昔すごい好きでやったんですけど、最近離れてたんですけど、ちょっと面白くなっちゃったからまたガチャガチャの動画出すかもしれません。今回の MVP はまあフルーツゾンビ3でした。皆さんもよかったら見かけたらやってみてください。